環境汚染。空を覆う謎の雲正体は、紫色の煙を怯える住民中国山西省。2024年2月21日中国の山西省のある工場から紫色の煙が噴出し空を覆った。煙を見た住民たちは恐怖に怯えたが工場側は煙に含まれるガスは無害であると発表した。 煙の正体は工場の設備に異常が発生し硫化水素と硫酸の混合物が反応して生成されたという。硫化水素は有毒で有効濃度で吸入する年に至ることもあるが工場側は煙の濃度は安全基準以下であったと主張した。この事件について地元の環境保護局は調査を行っており工場に対しては罰金や停止命令などの処分を検討しているという。背景。 中国では経済発展とともに大気汚染や環境破壊が深刻な問題となっている。工場や発電所などの排出物が PM2.5 やオゾンなどの有害物質を含むスモッグを形成し人々の健康や生活に影響を与えている。中国政府は環境保護法の改正や排出量の削減などの対策を講じているが実効性には疑問が残る。 また工場や企業の不正や隠蔽が環境問題の解決を妨げているという指摘もある。分析。空を覆う謎の雲正体は、紫色の煙を怯える住民中国という事件は中国の環境問題の一例と言える。工場の設備に異常が発生したことは安全管理の不備や監督の欠如を示唆している。 工場側が煙に含まれるガスは無害であると発表したことは信頼性に欠けると考えられる。煙が紫色になったことは硫化水素と硫酸の混合物が反応して生成されたことを意味するがこれは有毒であり人体に悪影響を及ぼす可能性がある。住民たちが恐怖に怯えたことは環境問題に対する不安や不信感を表している。 地元の環境保護局が調査を行っていることは事件の真相を究明し責任者を処罰することが必要であることを示している。結論。空を覆う謎の雲正体は、紫色の煙を怯える住民中国という事件は中国の環境問題の深刻さと複雑さを示している。中国では経済発展と環境保護のバランスを取ることが今後の課題となるだろう。 この事件を契機に工場や企業の安全管理や排出規制の強化政府や行政の監督や透明性の工場住民や市民の意識や参加の促進などの対策が求められる。中国の科学実験による環境破壊。概要。中国は大量破壊兵器として科学兵器や核兵器を開発し保有しておりその製造や実験によって環境や人々の健康に悪影響を及ぼしている。 中国は過去にアルバニアやイランに化学兵器を供給したことがあるほか生物兵器の開発や事故も報告されている。中国は1964年から1996年までに45回の核実験を行いその放射能汚染はウイグル自治区の住民や周辺地域に深刻な被害を与えた。中国は核兵器の小型化や弾頭数の増加を目指しており米国やロシアとの核軍備競争に参加している。 中国は2007年に汚染されたタンパク質をペットフードや家畜の飼料に混入させ世界中でペットや人間の食中毒や人不全を引き起こした。背景中国は1949年の建国以来国際的な地位や安全保障を高めるために化学兵器や核兵器などの大量破壊兵器の開発に力を入れてきた。 中国は1950年代からソ連の協力を得て化学兵器の研究を始め1960年代には自力で核兵器の開発に成功した。中国は1970年代から1980年代にかけて化学兵器や核兵器の輸出や実験を活発に行い国際社会からの非難を受けた。 中国は1990年代から2000年代にかけて化学兵器や核兵器の禁止や削減に関する国際条約に参加し一部の化学兵器や核実験場を破棄した。しかし中国は化学兵器や核兵器の保有や開発を完全に放棄しておらず秘密裏に技術の改良や増強を続けているという疑惑がある。分析中国の化学実験による外役は大きく分けて2つの側面があると言える。 一つは化学兵器や核兵器の製造や実験によって環境や人々の健康に与える直接的な影響である。これには放射能汚染や化学物質の漏洩などが含まれる。もう一つは化学兵器や核兵器の保有や開発によって国際的な安全保障や軍事バランスに与える間接的な影響である。これには核拡散や軍備競争などが含まれる。 中国の科学実験による外役は中国自身だけでなく周辺国や世界中にも及んでいると考えられる。中国の科学実験による外役は中国の経済発展や国際的な地位向上という目的と環境保護や人権尊重という価値との間に矛盾を生んでいると言える。結論。中国の科学実験による外役は中国の大量破壊兵器の開発と保有の歴史と現状を示している。 中国の科学実験による外役は中国の環境や人々の健康に深刻な被害を与えており国際的な安全保障や軍事バランスにも悪影響を及ぼしている。中国の科学実験による外役は中国の経済発展や国際的な地位向上という目的と環境保護や人権尊重という価値との間に矛盾を生んでいる。 この問題を解決するためには中国は化学兵器や核兵器の開発と保有を透明化し国際的な監視や規制に従うことが必要である。また中国は化学兵器や核兵器の製造や実験による環境や人々の健康への影響を認め責任を取り被害者に対して保障や支援を行うことが必要である。中国の生物実験による環境破壊。概要。 中国は生物兵器や遺伝子組み換え生物などの生物実験を行っておりその影響で自然環境や生物多様性に深刻な被害が発生している。中国は生物兵器の開発や保有に関する国際条約に参加していないほか生物安全法や生物多様性法などの国内法制も不十分である。 中国の生物実験は病原体や外来種の流出や拡散生態系の破壊や汚染人間や動物の感染や中毒などの危険性をはらんでいる。中国の生物実験は国際的な安全保障や公衆衛生にも脅威を与えており国際社会からの監視や圧力が強まっている。背景 中国は1949年の建国以来国防や経済発展のために生物学や生命科学の研究に力を入れてきた。中国は1950年代からソ連の協力を得て生物兵器の研究を始め1960年代には自力で生物兵器の開発に成功した。中国は1970年代から1980年代にかけて生物兵器の輸出や実験を活発に行い国際社会からの非難を受けた。 中国は1990年代から2000年代にかけて遺伝子組み換え生物やクローン生物などのバイオテクノロジーの研究に注力し世界的な競争力を高めた。中国は2010年代から2020年代にかけて人工知能やナノテクノロジーなどと組み合わせた生物実験を進め新型コロナウイルスの発生や流行にも関与したという疑惑がある。分析。 中国の生物実験による環境破壊は大きく分けて2つの側面があるといえる。1つは生物兵器や遺伝子組み換え生物などの生物実験によって自然環境や生物多様性に与える直接的な影響である。これには病原体や外来種の流出や拡散生態系の破壊や汚染人間や動物の感染や中毒などが含まれる。 もう一つは生物実験に関する情報や技術の秘密主義や不透明性によって国際的な安全保障や公衆衛生に与える間接的な影響である。これには生物テロや生物戦の危険性生物多様性条約や生物兵器禁止条約などの国際法の違反生物倫理や人権の侵害などが含まれる。中国の生物実験による環境破壊は中国自身だけでなく周辺国や世界中にも及んでいると考えられる。 中国の生物実験による環境破壊は中国の国益や国威という目的と環境保護や人道主義という価値との間に矛盾を生んでいると言える。結論。中国の生物実験による環境破壊は中国の生物学や生命科学の研究と開発の歴史と現状を示している。 中国の生物実験は自然環境や生物多様性に深刻な被害を与えており国際的な安全保障や公衆衛生にも脅威を及ぼしている。中国の生物実験は中国の国益や国威という目的と環境保護や人道主義という価値との間に矛盾を生んでいる。この問題を解決するためには中国は生物実験の情報や技術の透明化や共有を行い国際的な監視や規制に従うことが必要である。 また中国は生物実験による環境や生物の影響を認め責任を取り被害者に対して保障や支援を行うことが必要である。独裁政治による弊害。概要。中国は中国共産党による一党独裁制度を維持しておりその影響で政治的自由や人権法の支配などが著しく制限されている。 中国の独裁政治は経済発展や社会安定を優先する一方で民主化や改革の要求を弾圧市販体制派や少数民族宗教団体などを厳しく取り締まっている。中国の独裁政治は国内外において多くの問題や矛盾を引き起こしており国際社会との対立や紛争国内の不満や抗議環境や公衆衛生の危機などが深刻化している。背景 中国は1949年に中華人民共和国を建国し以来中国共産党が唯一合法的な政党として権力を握ってきた。中国は1978年に改革開放政策を開始し市場経済や対外開放を推進し経済成長や国際的な地位向上を達成した。 中国は1989年に天安門事件を起こし民主化運動を武力で鎮圧し後政治的自由や人権を制限する強権的な統治を強化した。中国は2012年に習近平が国家主席に就任し後反腐敗運動や国家安全法などを通じて権力を集中し独裁的な体制を確立した。分析中国の独裁政治による弊害は大きく分けて2つの側面があると言える。 一つは独裁政治によって政治的自由や人権法の支配などが著しく制限されることである。これには言論や表現の自由の侵害選挙や参政権の否定司法の不公正や不透明反体制派や少数民族宗教団体などの弾圧や迫害などが含まれる。もう一つは独裁政治によって国内外において多くの問題や矛盾を引き起こすことである。 これには国際社会との対立や紛争国内の不満や抗議環境や公衆衛生の危機などが含まれる。中国の独裁政治による弊害は中国自身だけでなく周辺国や世界中にも及んでいると考えられる。中国の独裁政治による弊害は中国の経済発展や社会安定という目的と民主化や改革という要求との間に矛盾を生んでいると言える。結論。 中国の独裁政治による弊害は中国の一党独裁制度の歴史と現状を示している。中国の独裁政治は政治的自由や人権法の支配などを制限し国内外において多くの問題や矛盾を引き起こしている。中国の独裁政治は経済発展や社会安定という目的と民主化や改革という要求との間に矛盾を生んでいる。 この問題を解決するためには中国は独裁政治を改め政治的自由や人権法の支配を尊重し国際社会との協調や対話を行うことが必要である。